はい、皆さんこんにちは、ニュージーランドでワーホリをしているタイガです。今ですね、ウーフというのをしています。ウーフというのはですね、お仕事を手伝わせていただく代わりに、食べるものと住む場所を提供していただくというものなんですが、今回ですね、生活編ということで今住んでいる場所をご紹介していきたいなと思います。まずですね、お家の中を、ご紹介するのと、家の中を通ってですね、あそこにツリーハウスっていうのがあるんですが、ツリーハウスまで、ツリーハウスからの、眺めもご紹介できればなと思います。じゃあ行きましょう。家の入り口にはですね、こんな感じで小さな植物が、たくさん植わってますね。ここの、家に住んでいらっしゃるニュージーランドの方の奥さんの方が時々ここで水やりとかをしてあげてますね。じゃあ中入りましょうか。中はこんな感じになってますね。ここがリビングになってます。はい、でまずですね、ここのソファーで、僕はよくリラックスしてることがありますね。あとご飯とかもここの机とソファーを使って、食べたりしてます。でキッチンはこんな感じですね。まあ、そこまで、広くはないですが、まあ、軽く料理をする分に関しては、悪くないかなって感じです。でここの家すごくいいところが暖炉があります。じゃじゃん。今ニュージーランド夏なんですけど、結構夜は、まあ、冬くらい寒い時もあるので、そういう時は下にある薪とかを使って、暖炉を、温めて、まあ、暖炉で部屋を温めることもありますね。で暖炉があると暖炉の上にフライパンとかを置いて調理とかもできるので、なんかそれもいいですね。あとここに窯もあるんですが、窯の中でピザとかも焼けたりするので、それもすごく楽しいですね。はい、でお風呂場も軽くご紹介しますね。まあ、お風呂はこんな感じです。まあ、少し手狭な感じではありますが、そんな感じです。ここの家にはたくさん CD があります。こんな感じで1000枚くらいあるみたいですね。ご主人が前音楽が好きみたいで CD を1000枚くらいたくさん集めてたみたいです。こっちにも CD があります。たくさん CD ありますね。でここで音楽も流せたりするので、たまに音楽を聴いてたりもしますね。あとは前いたウーファーさんの方々がここにギターなんかも残してるので、音楽が好きな方なんかはギターなんかもできますね。でここにあるフルーツはですね、ここの、ご家族のお母さん、イーサーという方なんですが、イーサーさんが、フルーツをくれました。はい、じゃあですね、寝室軽くお見せしますね。はい、まあ、寝てるところは、こんな感じですね。で寝てるところからは馬とか見えるかな。ここから、はい、はい、寝室からの景色ですが、ちょっとカメラに映るかはわからないですが、チキンとかが外に行ったりしますね。はい、でなんとここの寝室、こちら見てください。ドドン。ここから実はですね、上の方に向かってこれを登っていくとツリーハウスにつながっています。なので早速行ってみましょう。はい、無事登れました。はい、ツリーハウスの中はこんな感じになっています。どうぞ。ここにはですね、前ポッサムを飼ってたみたいなので、ニュージーランドの、生き物ですね、ポッサムっていうのか、なんかハムスターみたいなやつですが、飼ってたみたいなので、その家とかもありますね。で中はこんな感じになってます。今は使われてはないんですが、なんかベッドも置いてあるので、
まあ季節が、まあ、涼しい時とかはこのベッドに寝て、まあ、ゴロンとなるのとかもいいかもしれないですね。じゃあ早速ですがツリーハウスからの景色も、見ていきましょうか。ドアを開けていきます。よいしょ、じゃじゃん、こんな感じになってます。ツリーハウスからの景色ですね。そこには僕たちがやった、植物があります。下ですね、ツリーハウスの上からは、家のお庭の景色が、見えるようになってますね。はい、ということでですね、今回は、ニュージーランドのウーフサギレの生活編ということで、どんな場所に住んでいるかを簡単にご紹介させていただきました。今ちょっとコロナで大変な状況ですが、将来ですねニュージーランドとかオーストラリアに行けることが行けることになったらですね、ぜひウーフ、検討してみてください。はい、ではまた次の動画はですね、仕事編をお送りしていきますので、次の動画でお会いしましょう。さようなら。